素直な気持ち、ある雨の日、春日の思い、そしてザ・ミステリアス、朝倉涼子の真実、冬の足音でした。この曲はサムデイ・イン・ザ・レイン、孤島症候群などで使用されたわけですが、高崎さん、いかがでしたでしょうか。はい、1曲目のメドレーの3曲はですね、はい、春日の BGM の中でも最もロマンチックなというか綺麗な3曲でして、僕自身非常に気に入ってるんですけれども、はい、それがあの素晴らしいアレンジと、はい、あと何といっても本田さんのピアノでさらに美しく演奏していただいて、はい、もう本当作曲家冥利に尽きる思いです。なるほど、はい、で2曲目はですね、はい、こう一転してちょっとアダルトなムードといいますか、ジャジーな雰囲気で始まって、さらにこう朝倉涼子の真実ではあれですね、はい、危険な香りが、危ない香りが、はい、してましたよね。どうして言い直したんですか今。同じですよ。同じですね、はいはい、あのそういうのもできるんだなっていうことで、オーケストラの持つ表現力の幅の広さにこう今更ながらおすごいなと舞台袖で聞いておりました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それではここでもう一度平野綾さんに登場していただきましょう。平野さんどうぞ。平野さん2回目の登場となりましたが、はいはい、どうですか1曲歌われてのお気持ちは。そうですね、やっとこうだんだん緊張がほぐれてきたかなみたいな。なるほど、はい、確かにちょっと最初は緊張してたけれども。しましたね。ああの突き飛ばしてましたけど、すごい緊張してました。緊張する中、あの、はい、フィリップさんを突き飛ばして、はい、なるほど、はい、わかりました。それではここでもう一曲、はい、ね、はい、お願いしたいと思います、はい、それではよろしくお願いいたします。お願いします。フィリップ、さあ来なさい。あんたやるわね、団員にスカウトしようかしら。